クラジオ、すごい場所ですよね。今もう記者会見も飲み会も選手格でクラブ深夜までやってて外国人の方が集まったりとかですね、あとプロレスもやってます。頑丈なんですよあそこ。鉄筋であのエレベーターとかも整備をされてまして、はいはいはい、結構いろんなチャレンジができる場所で面白いんですよね。脱炭素への取り組みも積極的な北九州。北九州ってもともと郊外があってそれを超えて環境先進都市になっていったという歴史があるんですね。だから八幡製鉄所とか、ね、それにまつわるそのサプライチェーンがあったんで、はい、割と昔はね郊外問題とか結構激しかったのがむしろそれを逆手に取って、環境先進都市になったと。そうです。今洋上風力とか建ててますけどね。若松区には北九州学術研究都市があるんですね。通常学研都市って言うんですけど、まあ、筑波の、まあ、ちょっと小さくなったような感じなんですけど、大学とか早稲田とかもありますし、九州工業大とかとかね、ありまして、新しいデジタルとか半導体とかの研究してる休校大がものすごく小型人工衛星の打ち上げ数で世界一なんですね。もともとスペースワールドのあった街ですからね。堀江さんが北九州にもともとご縁があるんですよね。父親が生まれたのも八幡なんで、うちのおじいちゃんが八幡製鉄所で働いてた。北九州市、私のビジョンの中核が稼げる街なんで、とにかく空港をね、思いっきり使って、人も物ももっともっと、今度滑走路伸びるしですね、あそこって24時間365日じゃないですか、もっとアクセスも良くするようにチャレンジしていきたい。何年かしたらもう、やっぱ福岡空港もいずれね、キャパシティが非常に限界あると思うんで、ね、北九州市空港の出番がものすごく大きいと思うんで、絶対鉄道作んなきゃいけないね。僕は、あそこにちょっとだけ新幹線伸ばせばいいと思う。この方までそれがもしできたら小倉と8分ぐらいで確か結べる。あれ単線でいいね。はいはいはい、シャトルで、はいはい、行って帰ってで、まあ、博多まで乗り出たり、はい、鹿児島まで行ったり全然できる、うん、でもね全然採算取れると思うよ。あでも北九州と大分もまた近いんで、東九州をつないでいくとインバウンドで来た人が北九州空港で降りてそこから別府とか大分宮崎方面行きますね。単線このルートもね結構単線でやると既存の在来線の線路の横に通らせればいいんで、そうすると、はい、単線で往復で30分とかで行き来できるんで、新幹線の大分いいでね、そこまでいっぱい過密に運転する必要ないから夢が広がりますね。なんだかんだ言ってね、新幹線あるのとないのって全然違いますから、ね、函館の市長も、はい、大泉洋さんの お兄さんだったでしょ函館市が今新函館北斗まで北海道新幹線来てるでしょ。でもそれって北斗市の方にあるんですよ。隣町にあるんですよ、はい、函館市外からちょっと遠いんですよ、はい、だから北海道新幹線は盲腸みたいな感じの、はい、盲腸って言ったらちょっと言葉悪いんだけどちょっと延伸するみたいなことを真面目に予算つけて頑張ろうとしてるんですよ。だ昔はエアラインと新幹線って仲悪かったの JR って。そうなんです。昔さ秋田新幹線だっけ、なんで飛行機のパイロットと CA が新幹線で移動してるみたいな CA もあったでしょ。あったでしょ。あれぐらいバチバチやってたからなんか成田新幹線で昔作ろうとしてたんだけど頓挫しちゃったりとかね。今成田新幹線のホームか京葉線のホームか、僕は北九州空港の新幹線延伸は全くありだと。僕は函館の市街地まで新幹線伸ばすより全然北九州空港の方が意味があると思う。マーケットっていうか需要はこれからすごい出てくるんで、絶対北九州空港のニーズは僕は、はい、今滑走路延長始めたんです、はい、今何メートルなんでしたっけ。今2500なんですけど、これ3年後に3000に伸びるんだ。3000伸びるとかヨーロッパとかいけるよ。ジャンボジェット機パンパンに積んでもいけるんでですね。そう、欧米と直接往復できるんだ、はい、そうなんです。今大体着陸ダイバートっていうのも今年からできるようになったんですよ、はいはい、門限に遅れた飛行機がですね、例えば長距離路線は北九州から、で国内とかアジアの路線は福岡から、あとバックアップで24時間必要な時は北九州、あと24時間使えるんで、はい、物理の拠点にもなるようなんですよ。福岡市としっかりタッグ組んでやっていけばこのエリアまだまだ相当伸びると思うんですよね。新幹線の話は面白くて、佐賀空港も通ろうみたいな話もあるんですよ。だから要は長崎本線の方じゃなくて、はいはい、もっと南を通して有明海の近くを通して、そういう案も出てきてるんですよ、ね、すいません鉄をタップ僕あの野球で有名になったじゃないですか、なんで野球の球団買おうと思ったかって、はい、ダイエーホークス見たからなんですよね。もうすでに20年前からダイエーホークスって人気で毎日満員御礼になってたはずなんですよ、うん、実家が九州だから、はいはい、それで知ったんですよ、うんうん、だ東京の人知らないですよ。だって他のパリーグの球団の人福岡までわざわざ遠征に来ないじゃないですか、はいはいはい、ほとんど知らないですよ。テレビでもやんないでしょ、はい、福岡のことだから。だからその後日本ハムファイターズが北海道に移転したでしょ、はい、東京ドームから、はい、あれはダイエー見たから、だから僕パリーグは儲かるようになると思ってたんですよ。そしたら今みんな儲かってるでしょ、球団どこも儲かってます、ね、強くなりましたしね。そう強くなって、ね、それは強くなるの当たり前ですよ。だって儲かってたから、うん、お金があれば、ね、でむしろ日テレとかのあれに頼り切ってた巨人が弱くなった、それは稼がなくなったら弱くなった当たり前じゃないですかそうちっちゃい頃っていうか、まあ、小学生の頃は巨人の中継しかなかったんで、うん、ほぼほぼ9割は巨人ファンで当て、うん、テレビでやってるから仕方なく巨人ファンになってるんですから、ね、地元に球団できて毎日見れるんだったらみんなテレビでやるじゃないですか、はい、だからみんな見る。やっぱ地元でそこそこの企業になったら年間シート買うんですよ。やっぱお客さん連れてくと喜ぶしね。やっぱり北九州市も活性化していく余地ってのはすごい僕は出てきてると、まあ、空港ができた時から軌道機ができたら小倉駅まで10分以内で来れば、うん、福岡が混雑空港になってるので北九州空港から博多駅まで30分とか、はい、僕はみんなで投資して作ってもいいぐらいだと思って、はい、絶対儲かりますよ。ドル箱路線ない、ドル箱路線だから北九州の財界が協力してみんなで共同で作ればいいんですよ、はい、作れますよ。金出すっつったらみんな作るんだから、うん、JR は金出すっつったら作ります。線路を貸して儲けりゃいい、あ不動産と一緒にしてもんでボールパークも作りたいなと思ってるんですよ、はい、北九州に、はい、で北九州にボールパークできたら、はい、みんな見に行くと思うんですよ、うん、そういう
う VIP シート的なものも作ればいいんです、はい、野球やっぱ好きなんですみんな。あ、そうですね、なんだかんだ北九州にボールパークできたら、はい、ソフトバンクも来ると思いますよ。 そこで、まあ、市民球場で今やってると思いますけど、今年間2回ぐらいしかないですもんね、うん、もうちょっとやってくれるんじゃないですか、うん、まあ、そんな感じのことも考えて面白いんじゃないかなと思います。あと外国人の人も来ると思います。ホテルが圧倒的に不足してます、うん、特にいいホテル福岡やっとリッツカールトンできたじゃないですか、ね、はい、いや高いけどでもリッツカールトン東京って今一番安い部屋でも15万ぐらいしますからね。福岡10万いかないです、7、8万ぐらい、うん、だから安いです。あともう一つはね、はい、観光の単価市場とか、うん、この辺はちょっと考えた方がいい。というのは日曜日あんまり開いてる店なかったりするんですよ。市場自体が閉まってるんだけど、うん、あんなの日曜日に開けなきゃダメですよ。あの古い街並みってのはなかなかね貴重なんですよ、うん、あそこで食い物とかいろんなところで屋台もやめちゃったんでしょ、規制がかかってなくなったの、はい、福岡と真逆のことやって、福岡はむしろ新しく作っていくんですよ、あの屋台とか、はいはい、あの下水とか、はい、トイレまで整備して屋台誘致してるんですから、北九州単価市場のあたりとか屋台あったらみんな来ますよ。北九州はそういう意味ではポテンシャルに溢れてる街だと思うんで、やっぱホテルも作ってほしいですし、だから文化的な拠点を作るとか、はい、アーティストを呼び込むとか、そういった人たちを呼び込むとめちゃくちゃ大きく変わると思います。だから街づくりってすごく大事なんですよ。堀江さんが北九州のプロスを買うっていうことで、はい、儲からないの絶対知らないと思うので、そうそうそう、だからみんな野球も儲かんねえ、あいつは球界の救世主だなんて最初言われたんだけど、はいはい、いや俺も損することやんないよって、うん、儲かると思ってやってんだからと、うん、もちろんみんなの役にも立つかもしれないけど、うん、さらにみんなの役に立って儲かるって最高じゃない。だからラジオも10年ぐらい前にそこ打ってもう上がるしかないんですよ。でも逆にラジオってコスト全然かかってないから、ちゃんとやればちゃんと収益出るようになるんですよ。びっくりするぐらいみんな利益出てる、知ってます、うん、ちゃんとやってるところって、ね、東京 FM とかね、はい、JWAVE とかね、はい、だってラジオ局の経営始めていろんなところの決算書読んでますよ。どうやったら儲かんだろうみたいな。